かイベントが終わった瞬間、撮影がね終わった瞬間に呼び出しがかかりました。多分これ海に連れてかれるパターンじゃないのかな。海行こうか。息子と娘のチャンネルだから自分のチャンネルだろうかな。迷ってます。自分のチャンネルかな、わからん。下関を見捨てて出て行った裏切りの裏切り者の下が待ってない。皆さんこんにちは。今日はね撮影を置いてきて、まずあこんにちは今日会うの2回目だ。撮影を今市民会館で関っ子帰還祭り、あの歌のね、まあ写真も見てほしいんですけど、それが終わった瞬間に嫁さんからメールが来て、今から多分ね海に行かなければならないという、行きます。またなんだろう、脱衣動画となんだろうな、あの 逆再生の飛び込みね、やりたいんだよ、やりたいんだ、やります。見てください、チャンネル登録高評価もお願いします。娘たち、あ、なんで行くの、海行きたいんか、わかんない、行こうね、また水着になろうね、なるね。あと海を登る裏道ですね、これはね、知ってるかな、伊崎の方から行く道なんですよ。で、分用があると精神の森、桜山の歌やね、緑燃えたーつってやつやね。ゴーゴーまっすー。まあ、ぶっちゃけ今日はねそんな動画撮らなくていいです。あの前の動画の編集もあるんでね、まあ、最低限やりたいのが僕の飛び込みと、あと脱衣ね、前やったのをちょっとバージョンアップしてやりたいと思ってまして、あと娘をジャイアントスイングして、でジャイアントスイングを逆再生したら面白いじゃないですか。でだいぶあの飛び込みもなんかちょっと違う、もうちょっと工夫して高いとこから飛び込もうかなみたいな。スコットランドマリンビーチ、やばい島です、やばい島だよ、行こうね。あ、いいね、二人とも水着やね、行こうか。靴水、皆さんこんにちは、こんにちは。今日も彦島というヤバい島に来ております。 YouTuber 根性見ちゃる、見せちゃる、ほらいけ、水着ギャル怖い、あ、仲良しちゃんやね、怖いから、怖い、レイコちゃん海に入らんと、怒ってないで、海に入りましょう。ジャイアントスイングする、やだか、彦島酒まず最高、あちこそかわいいね、かわいいね、サムネイルにしちゃろうかな、誰がサムネイルになるかな、なかなかこっち向かんな、はい、怖いのか、お父さんがジャンプスイングしちゃろうか、やめてよもう、この辺かね、うまく飛び込み動画撮れればね、いいネタになるんですけどね、飛び込めそうないい場所がないんだよな、結構宙返りしたいんだけど、宙返りはできますよ僕、いいな、憩いの場だ、めちゃいい憩いの場だね、やばい島とか行ってほんとごめん、あ、ここ封鎖されてんのか、向こう封鎖されてないのかな、行くのめんどくさいけど、封鎖されてる場合に入ってる人いるけど、まあまあ僕は自分が飛び込む動画撮りたいからいいけど、こっから行くしかないよな、さっからだと石に激突するからどうもならんですね、思い切って飛び込みの方が撮りたい、無理です。なんだろう、ちょっとした追加情報というかね、やっぱね5時過ぎの海はいいわ、日差しがねきつくなさすぎて、
まあ、海はね、朝早くとかね、夕方特に水温上がってるんじゃないかな。そういう意味でね、夕方来る方がいいですよ。5時以降ね、特にこのヤバい島、スコットランドマリンビーチですね。体育会系の坊主のガキどもめちゃくちゃ楽しそう。野球部だからって坊主しなくていいんだけどね。何か水ちゃん、水もお父さんジャイアントシーグするか。ダメダメ。あった。あ、そっか、貝殻あったか。ダメ、ダメないよ、貝殻ない。ほんだ、砂やね。覚えてる覚えてる覚えてる。大丈夫か。フラフラやんけ。大丈夫。あるな。できた。写真が撮りましょう。寝そべったらいい写真が撮れるよ。寝よう、どっかに寝よう。砂浜に寝ないの。波打ち側に寝たらね、めっちゃいい写真が撮れるよ。そうか、嫌がるな。これだから子供はめんどくさいんだよ。プチャプチャプチャ。おー、気持ちいいね。うわー、そうそう、スコットランドマインビーチというか、まあ、西山の海水浴場ね、いいところがあって、こうね、駐車場があってビーチがあって、目の前がね、セブンなわけです。すぐ酒が買える。まあ、別に酒買わなくてもいいけど、俺は酒しか飲まんからね。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。これにしよっか、このピンクシューハイストロング 9% でしょこれ。わっ、意識低く。これはアル中の酒だ。これにしよう。よっしゃ、飛び込み隊員団やるぜ。いや、2段目はこうパッといくからね、パッといく。あと酒買ってきた。まずいくぞ、これよっしゃー、ほら。もう一丁行こう、もう一丁行く。次はくるくるで行く。もう一丁行くから、よろしく。どうしたか、レイコ、帰る？美しい娘たちよ。あ、怖がってる怖がってる怖がってる。こんぐらいしとこうかな、今日はね。レイコポーズするか。じゃあ、それがポーズか。それはポーズではありません。まあいいでしょう。水浴びができます。水浴び、あら、まあ、こんな感じで水洗いできるんですよね。ただ今女の子たちがいるんで、あのパンツ脱いでができない。パンツ脱いでズボン、パン、ノーパンでズボン履くことができないですね。ズボン脱ぎたいんだけど。ということで、スコットランドマリンビーチというヤバい島のビーチに来たんですけど、とにかくね、夕暮れ時気温がだいぶ下がってね、日差しも弱くなってめちゃ快適なの。だから、まあ、朝もいいけど、うちは夜方なんで、夕方5時以降くればね、全然快適に、すっげー涼しいの、これ、めちゃ快適。ということで、遊び終えてよ、多分6月ぐらいまではね、全然遊べると思う、遊んでね。ということで、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。バイバイ。うわ、なんだろう、なんか寒いぐらい涼しいな、めちゃいい。